やっぱなんか安定感がだいぶやっぱ増したわ。どうも皆様こんばんは、セコリド3世でございます。さあ今日ご紹介する商品はこちらです。ゴーベルト C1 です。さあ以前ご紹介しましたゴーベルト、薄さがたった1ミリになるというですね、非常に優れものだったんですけれども、それの改良版。確かにね、前作は非常に便利なんですよ。1ミリね、ぺったんこになるし、必要な時にパッと出せるし、落下させる心配もないし、動画とかも見やすいと。非常に優れていたんですけど、剥がれやすい。そういうまあ欠点があったんですけれども、それを大きく改良したものです。ちょっと前に発売されたっぽいんですけど、前回もビシッと買いました。そして今回も買ってみたんですけれども、果たして使えるものなのか全くわかりません。これから皆様と一緒に確認していきたいと思います。というわけで行っていきましょう。はい、というわけでこちらがゴーベルト C1 です。開けていきましょう。たらーん、おー、なんか前回とね、説明自体は大きく変わってなさそうですけどね。ペリペリバーコン剥がしていって、はい、ということで出てきたものがこちらでございます。あ、でも確かにね、前作よりもはるかに大きくなってますね。これは期待できるかも。前回ね、普通に iPhone につけてたんだけど、徐々にね、やっぱ剥がれてきちゃうんですよね。それがやっぱなーっていうのがあって、結局取れちゃったんで、その後は使ってなかったんですけど、それが大きく改良されたのであれば、これはメインとして使ってもいいかなと思いますね。ゴーベルトという風に書かれていて、接地面とかもだいぶ大きくなっています。この本体を直接取り付け可能な場合ですよね。それは TPU とかポリカーボネート、ハードケース、アラミド繊維、そういったものは直接このまま取り付けることができるんですけれども、スマホはケース使わないと怖いんだよっていう人は、こういったですね、フィルムもあります。ベースフィルムってやつなんですけど、スマホ本体に直接貼るとか、プリントが印字されたケース、ガラスウッド素材、金属アルミ素材、シリコンケース、そういったものにはこれをつける必要があります。布とかレザーとか凹凸、溝のある表面のものには使えませんということになってますね。で、一応これもですね、非常に見てわかるように透明性が増したのと、1枚でですね、シリコンケースまで対応できるように変わっています。ということでですね、なんでかんで結構使っているこちら OPPO のですね、 Find X3 Pro にですね、ちょっと貼っていきましょうか。シリコンケースっぽいんでね、素材が。なのでこのフィルムを貼り付けていきましょう。ペリペリ剥がして、この辺にバーコンを貼り付けていく。よいしょと、さらに剥がして、で、上から貼り付ける。はい、もうこれで OK です。めっちゃ簡単。貼り付けるのは変わらず、すごく簡単ですね。で、このようにゴーベルトという風になってるんで、ここをビシッと上げていけば、こんな感じでもう立ったわけですよ。このように指に入れてもいいし、こうしてですね、尖らせれば、スマホをですね、立てるということも可能になるわけです。これね、何気にすげえ便利なんですよ。スマホケースって例えば、こういう風に iPhone とかもがっちりね、保護したいっていう風になると、まあ、透明なフィルムとかケース、あとリングが必要になるでしょ。横見るとわかるけどですね、もう薄さが全然違うんですよね。バコってなっちゃうところであるんですけど、それやっぱ全然ないですよ。で、リングはわりかしね、こうずっしりしちゃうところがあるんですけど、薄い分ですね、ほとんど重さを感じません。これもいいよね。でもやっぱなんか安定感がだいぶやっぱ増したわ。もう落としそうっていう心配がやっぱなくなったな。かなり粘着力も強い感じあるわ。Amazonのレビュー見たら、これ持って20キロのマラソンしてみたけれども全然なんともなかったっていうのもあって、確かにね、大丈夫そう。これまあこうやって持ってハッ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 って走ったところで、そんなベリベリっていっちゃうような感じはだいぶしなくなったね。っていうか、やっぱ大きいから、横幅がね、いくら大きくなったとしても、この厚みさえ変わらなければそれほど大きな影響はないわけですよ。すげえやっぱよく考えられてるね。これはこれがね、しばらく使い込んでみて OK だったらメインに変えてもいいかなって思うんですよね。どうしてもね、スマホのリングってこの耐久性がね、弱くなってくるんですよ。これがね、永遠のテーマなんですよ。ここがどうしても弱くなってくるっていう。で、こういう風にね、横にすりゃいいじゃんってなると、角度が一つに決まっちゃうんで、自分好みの角度に調整できないとかいろいろあるんだけど、これの場合はですね、左右どちらでもいいんですよ。まあ、こっちにですね、突起作りたいとか、逆に手前側に作りたいとか、まあ、どっちでもいけるんで、それも非常に便利ですよね。これで Netflix とか YouTube とかそういうの見るのも楽しそうですよ
よね。でやり方はすごい簡単で、パックを起こします。ここの表面のところにですね、切り込みがあるんですよね。そこにこのように合わせればですね、もうこれで OK です。でもちろん反対側にもできるという代物ですよ。いいね、なんかこれやっぱいいな。最近また出張とかも増えてきたから、なんかこれの方がいい気がする。なんか便利そう、邪魔にならないしね。ポッケに入れても熱くならないっていうのもいいですね。ケースはどうしてもなしで使うのは怖いじゃないですか。落下した時バコンっていっちゃう気がするんで、これに変えられるんであれば全然いいかなっていう感じがしますね。 OK、 わかった。じゃあまとめていっていきましょう。はい、というわけで今回はゴーベルト C1、 前回から改良されたものをご紹介しました。いいところ、残念なところをまとめていっていくと、すげー安心感はだいぶ強くなりましたね。前作確かにすごいコンパクトで良かったんだけれども、現にやっぱり使ってるとボロボロ落ちてきちゃってっていうのがあったんで、そこがどうしてもな、と薄さ的にやっぱ1ミリっていうのは強いんで、すごい便利だなっていう風に思ってたんだけど、そこがっていう欠点をやっぱ改良してくれた。貼った瞬間にわかるんです。すげーベターってくっつくし、安定感はやっぱ桁違いですね。大きいってやっぱ正義なんだなと改めて思いますよ。このようにつけてもですね、全然問題ないし、振ったところでなんともないです。でこのゴーベルトやっぱ優れてるなって思うところは、やっぱ角度を変えて見ることができる、これがやっぱすごい考えられてますよね。薄さとかもさ大切だけど、やっぱりこう自由に操作できる角度を変えて動画を見るとかね、スマホって置いて何かしたりとかっていう方がやっぱ多いような個人的にはねしてるんで、まあもちろんなんか検索するっていうのもあるけど、一番いいのはね、やっぱこう引っ掛けたいんだよね。わかる？こうやってさ、新幹線の中とか何かしてる時にもさ、こう上にやらないと酔うじゃないですか。こうやってね、上に置いたままこうできるっていうのもやっぱいいなっていう風に思うんでね。なんかフック的なものにもこのように引っ掛けることもできるしね。あとやっぱり重さを全然感じないっていうところですよね。やっぱすごくそれがいいなという風に思います。そういえば残念なところを、残念というかまあ懸念点ですよねを言っていくと、どこまで持つか、それにつきますよ。一体どこまでこれがね、耐久性を持たせてくれるもんなのかっていうのがちょっと心配なところではあるんで、これがですね全く問題なければ、うちはものすごいデバイスがたくさんあるんですよ。ダップを含めね、いろんなものを持つっていう時には剥がれないっていう安心感があるんであれば、全てこれに変えてもいいかなと。やっぱどうしてもリングの場合は1個3000、4000っていう風にコストがかかっちゃうものなんで、これに全部変えられるんであればね、安心感が全然違うし、こちらを全てに使ってもいいかなって思うんですけど、ちょっと今後の耐久性ですよね、本当に良くなってるのかどうかっていうのが気になるところなんで、まあ、しばらく使い続けてみてですね、また追ってご報告したいですし、現時点ではすげー満足してます。いいと思う。もう前作よりもはるかに違う、まあ、前作がねもっとコンパクトなものだったし、設置面もそんなに大きくはなかったんですけれども、それでも安心感っていうか便利だなっていうところはあったんですけど、まあ、日夜ね商品って改良されていくし、いいところは残しつつ、ダメなところっていうか改良すべき点は良くして、で商品でどんどん改良していくんでね、 C1 はかなりいいと思うけどな。値段的にも安いし、商品届くのもこんな感じの封筒に入ってくるぐらいなんで、場所も取らないしね、個人的にはすごくいい商品なんじゃないかなっていう風に思いますね。気になった方は僕の動画説明欄にリンクがあるので、ぜひそちらから飛んで見に行ってみてください。1枚入りと2枚入りがありますんで、僕みたいにたくさんデバイス持ってるよっていう人は2枚入り買った方がお得かなと思います。僕1枚入りを買ったんですけど、2枚入り買わなきゃよかったなってちょっと後悔してますけどね。それと僕の動画コミュニティ欄から随時お得な情報を発信しています。チャンネル登録していただきますと、コミュニティ欄見られるようになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、楽天ルームのフォローもお待ちしてますよ。それとこの動画が面白いと思った方、高評価ぜひ皆さんのご意見も下に書いて教えてくださいね。つうわけでまた明日、あちょー。